モーリッシュ試験は、糖質の存在を調べるための敏感な科学的、試験である。硫酸、または塩酸による糖質の脱水により、アルデヒドが生じ、これが二分子のフェノールと縮合して赤、または紫色の化合物が生じる。試験溶液は、試験管中で、少量のモーリッシュ試薬と混合される。混合後、 少量の脳硫酸を傾けた試験管の壁面を伝わせてゆっくりと加え、混合せずに層を形成させる。陽性反応は、酸の層と試験層との間の界面での紫色の和の出現によって示される。すべての糖質担当、二糖、多糖,糖は陽性反応を与えるはずであり、核酸および、糖タンパク質も強い抗酸によって担当へと、 加水分解されるため陽性反応を与える。ペントースはフルフラールへと脱水されるのに対して、ヘキソースは5、ヒドロキシメチルフルフラールへと脱水される。これらのアルデヒドはどちらも存在するならば、2分子のナフトールと縮合し、紫色の生成物を形成する。数は、グルコースの例を示す。ありがとうございます。